いや、平子さん、うん、オープニングから、絵描きだとか、うん、格闘を地下でなんかやってる、主戦場にしてるとか嘘ついてますけど。いや、嘘っていうか。本当にね、被害者が続々と出てますんで、これ。え？何の？この間、フジテレビの、湾岸スタジオで、収録あったじゃないですか。はいはいはい、ネタのね、うん。で、結構大部屋で、うん、俺らと、後ろシティ、ラーバーガール、さらば青春の光、はいはいはい、ウエストランド、うんうん、みんな同じ部屋で。いいじゃね、うん、で、昼間ぐらいに入って、リハーサル終わって、本番まで4時間空き。空き、空いたね。うんうん、で、湾岸スタジオってマジで周り何にもなくて、ないない、うん、結構みんな困るんですよね。どうしようかなってなったね。どうしよう、うん。外出るにしても、ダイバーシティまで行くのもちょっと遠いしとか、うんうん、わざわざ電車乗って新橋とかまで行くのもみたいな。で、なんかみんなでリハーサル終わってダラダラしてて、なんか喫茶店とかあればなとか、さらばの森田くんが言ってて、言ってた、うん、でラバーの大水くんもあればいいっすねとかって言ってて、うんうんうん、じゃあ平子さんが、うん、あれこの工場地帯のちょっと奥行ったとこに リンドバーグっていう喫茶店はい、もう俺はもう、はい、これはダメだ、もう騙されんなよって、入ったな、平子ってんな、言った、覚えてる、騙されんなよって心の中昔倉庫だったとこを利用した。もともとレッドロブスターだったけど、今なくなったとこに、リンドバグっていうカフェ、でっかいのできたよって。イメージゼスト見てないそう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 。俺は分かってんだよ、あれ。リンドバグってないだろう、だって。うんうん、多分、後ろシティもなんとなく分かってんですよ。うんうん。大水と、大水さんと、森田さんは、あ、ほんますかみたいな。初心者だからね。初心者なのよ。かわいそうに。じゃあ、外出てきますよって二人で出てって、うん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 。で、残ったメンツで。うん、そこでもなんかさ、うん、友池さんっていうさ、芸人さん、うんうんうん、ベテランの地下芸人さんみたいな人の話を、なんか、急にしだして、うんうん、別に俺聞きたくないからいいやと思って、ヤニス行こうと思って、ヤニス行ってさ、帰ってきたらなんかシーンとしてさ、うんうんうん、え、なんかこれ、ちょ、ウエストランドの井口がさ、うん、坂井さんすいません、なんか、友池さんのこといじってすいませんでした。え、え、何、え、うん、みんな、ウエストランドの河本、すいません、坂井さんすいませんでした。うん、いや、よくよく聞いたらなんか、うん、平子さんが俺が席立ったのを見て、うん、お前あんま友池さんの話すんなよ。坂井尊敬してるから。そう。坂井が。そんなん言うなって坂井が、何それそう、ちょうど、なんかいろんな地下芸人の話になった時に、坂井が急に席立ってタバコ吸いに行ったから、周りから見ると、下手したら、あ、なんか切れたのかなって、思えるような状況だったから。めんどくさい、くだりをさ、なんで作んのよ。で、お前ら、それで、ま、笑い話もいいけどさ、坂井あんまよく思ってねえから、後で謝っといて。なんでそんなことやんのよ。まあでも、そんな話は結構3時間4時間って思い立って。ラバーガールのお水さんと、森さんが受けてた。リードバッグなかったんですよ行ったんだかわいそうに。どこまで行ったのって言ったら、ずーっとまっすぐ行って、工場地帯しかなくて。港まで行っちゃうよ、あるわけねえだろ、あんなとこに。アルコ&ピース DC ガレージ。